マヨゲフです。今回の動画もアイススケートを基礎からバックも少しだけ解説していきます。では始まり始まり。まず最初はですね、全身でしゃがら滑る方法、1、2、3、シューですね。1、2、3、シューいきなり片足で滑るのではなくて、両足で滑る練習した方がいいんですね。はい。1、2、3、シューですよ。はい。1、2、3、シュー実は3歩目に少しだけ滑ってるんですが、はい。1、2、3、シューですね。それができたら、次はですね、しゃがみ込まないで3歩目でも滑るんです。1、2、3ですね。片足でも滑ってます。1、2、3って。1、2、3ですよ。向こうの壁のところからちょっと戻ってきながら同じように1、2、3で滑ってみます。1、2、3。1、2、3。バランスがとても重要なんですが。これができるともう基礎の基礎ができたことになりまして、次は自力滑走ですね。片足で一歩ずつ滑っていく。この時に、後ろ足の膝を曲げる必要ほとんどないんですが、初心者はどうしてもそこの膝を曲げてしまいがちです。全く同じ動画をもう一回見ていただいておりますが、横に押し出せば自然に後ろの方に流れるだけで、膝は曲げる必要はありません。ここからちょっとバックの練習もしてみたいのですが、最初は壁際から両手で押し出すだけ。二本足でそのままスーッと滑る練習をするんですね。で、これができたら、同じことをするんですが、膝を曲げて少しでも長く距離を出せるように練習します。この二つができれば、もう滑っていけるはずなんですね。片方の足に重心をかけていきます。今右にかけております。すると、ちょっと向きが変わっていくんですね。片方の足に重心をかけながら、同じことをする。はい、もう一回。今左に重心かけております。今度右に重心をかけます。足をこじるのではなくて、動かすんじゃなくても、手で押しながら重心の移動だけで滑る練習がおすすめです。ここからあとはですね、実は親バカ動画で申し訳ありません。私の息子がですね、クロスの練習をしているところをちょっと撮ってみました。なかなかこれができないんですが、この日に限って言うと、結構うまくできていたなっていう風な思いで撮影しております。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。